ープニングとして昭和を代表する刑事ドラマ太陽にほえろより太陽にほえろメインテーマをお聴きいただきました。ドラマに登場する刑事にも負けない熱い魂のこもったアルトサックスソロを披露したのは吉川隊員でした。もう一度お願いします。続きまして映画ニューシネマパラダイスから初恋愛のテーマの2曲をメインに吹奏楽アレンジした曲をお届けします。映画ニューシネマパラダイスは1988年にイタリアで公開されると瞬く間に世界中で大ヒットし、カンヌ国際映画祭審査員グランプリなど数々の映画賞を受賞しました。郷愁と愛に満ちたこの曲を本日はアルトサックスのソロでお送りします。オープニングで演奏しました太陽にほえろのアルトサックスとは一味違う温かく深みのある音色をお楽しみください。ニューシネマパラダイスです。Thank you.
も力強いアルトサックスソロを披露したのはカラーガード松野隊員でした。次は20世紀を代表するロックバンドビートルズの楽曲の中から明るくてポップな楽曲をなんと12曲もメドレーにしました。世界中で大ヒットし今なお愛され続ける名曲の数々、
クリスマスイルミネーションで街が一気に華やかになってきたこの時期にぴったりなクリスマスの定番曲ジングルベルをジャズ風にアレンジしたジングルベル・イン・スウィングを演奏します。スウィングの名に恥じないとってもノリの良いアレンジとなっていますので、皆さんも手拍子で演奏に参加していただき、一緒に盛り上がってまいりましょう。クラリネットやトロンボーンのアドリブソロにもご注目ください。ジングルベル・イン・スウィングです。本日はありがとうございました。